れ様です。お疲れ様です。ありがとう。イワシがあのアコギチャレンジということなんですけど、アコギが工面できませんでして、セミアコギチャレンジと相なりました。で、今回の副題はですね、イワシマアコギチャレンジ祇園小町コピーセッション。私の愛する祇園小町の皆さんに、すぐ喧嘩売る、ちょっとさせていただきます。デモエのドラの石で揉めになってお前ら。優しいね、優しいね。すげえ。マムシは盛り上がらんから最後はあかんやろ。ごめんな。ごめんな、ほんま。サブバンドやもんな。やります。今の下です。保守は入社の平行線ね。東京は愛せど何もない。1960をちょうだい。マシャロに置いて飛んじゃって、大変さ毎晩絶頂に達しているだけ。ラット一つも商売道具に捨てるさ。そしたらベンチが灰に移ってドリップ。最近は銀座で警官ごっこ、領収書書いてちょうだい。税率なんてついていない後楽園。将来層になって結婚してほしい。ファイナンシングで指すだけ。ピザ屋の彼女になってみたい。そしたらベンジー私も持ち戻って、
もっと透けていたい、本当はそう願ってるだけ。何かを悪いというのはとっても難しい。僕には簡単じゃないことだよ。一つ一つこの手で触れて確かめたいんだ。恥ずかしくなったり病んだり咲いたり枯れたりしたら濁りそうになったんだ。今夜は揺れる空の尊い模様まっすぐにおいでる。明日も幸せ